気仙沼湾を北から望む安波山から撮影2009年地図、気仙沼湾は宮城県北東部の気仙沼市にある湾。湾内に大島があり、東側と西側に湾が2分されている。ただし東側について、環境省は大島北東の恵比寿花と旧からク町上しびたち278番地生誕を結ぶ線までとしているほか、 西側についても、岩井崎と大島南端の竜舞崎までとして、大島南方の岩礁西側は除外している。東側の湾は、東に、唐桑半島と西に、大島に挟まれ、おおむね南北方向に広がっている。南は、太平洋に面し、湾を北西にて、大島瀬戸を通じ、西側の湾につながっている。湾口の幅は、 約3キロメートル奥行き約6キロメートル西側の湾は、東に大島と西に本土とに挟まれ、こちらもおおむね南北方向に広がっている。湾口の幅は約1 7キロメートル奥行きは約9キロメートル別称として、カナ江が、裏とも呼ばれる。リアス式海岸であり、湾内は穏やかな水面が確保されていることもあって、 カキやワカメの養殖が行われている。気仙沼お魚市場から気仙沼湾対岸を望む奥は安波山西川の湾の最用部に気仙沼港があり気仙沼の市街地も位置している。この他にも波状路漁港や浦の浜漁港など小規模な漁港が多数見られる。河川としては湾王に大川や四々織川が流入してきており他にも中小河川の流入が見られる。 東日本大震災では沿岸が大きな津波被害を受けた。復興対策を兼ねて、三陸自動車道気仙沼道路の一部となる気仙沼湾横断橋の建設が国土交通省により進められ、2021年3月6日に共用開始された。ありがとうございます。